こんばんは。皆さんはスイカゲームって知ってますか？今任天堂スイッチのねランキングを見ると、すべてのソフトの中でほら1位になってます。でしかも240円でめちゃくちゃ安くて、今ねめっちゃ流行ってるんですよ。でこれがどんなゲームかというと、僕もこれ初めてやるんですけど、こんな風に果物をねたくさん置いていきます。で同じ果物同士がぶつかると1個ねでかい果物に合体して変わるというね。でどんどん果物を大きくしていって最終的にスイカを作るゲームです。箱がいっぱいになるとゲームオーバーになって、その時にねどんだけスコアを稼げてるかっていうゲームですね。割と戦略性があったり奥が深かったりするみたいで、適当にねポンポン置いてるだけだと、点数は伸びないみたいです。これでゲームオーバー。謎のね中毒性があって面白いんですけど、今回はこのゲームとね似たゲームをマインドレンダーっていう無料のスマホアプリですね、ゲームが作れるアプリで作ってみたいと思います。では行こう。というかまあもうできてるんですよね。作った後に動画撮ってるんでできてるんですけど、今回はねスイカじゃなくてこれ太陽を作るゲームを作りました。マインドレンダーはこんな感じで、内部にねユニティが使われてて、物理的なシミュレーションとか 3D のゲームをね簡単に作ることができます。素材も豊富で、こんな風にいろんなオブジェクトが用意されてるんですけど、この中でここにね惑星がいっぱい用意されてるので、今回はこの惑星を使って作りました。中のプログラミングがどうなってるかというと、こんな感じでブロックがねいっぱい用意されてます。でこのブロックを組み合わせて、例えばスタートボタンがタップされたらこういう処理をしていきますとか、画面がねタップされてその後に離されたらこういう風な処理しますとかいうのを、作っていきます。結構高度なプログラミングもできて、変数とかも作ることができます。でこの変数がねこういう感じで日本語でね作ることもできるので、中学生とかでも全然ね結構すごいゲーム作ってる人もいます。マインドレンダーは完成したゲームを他のユーザー向けに公開することもできるので、これね公開ってとこチェック入れて、対応ゲームっていうタグを入れてます。なのでこれみんなプレイできるので遊んでみてほしいんですけど、検索ってところを押してこのキーワード、ここに太陽って入れます。そうすると出てきます。でちょっとした遊び方はここに書いてて、このね王冠マークを押すとランキングを見れます。みんなので実行するっていう風にやるとゲームが始まります。じゃあ遊んでみましょう。スタート。画面をタップしたりクリックしたりして動かして場所を決めれます。で離すと落ちます。そしてジョイスティックを動かして場所を決めて落とすボタンで落とすこともできます。でこれ赤いのは火星ですね。一番ちっちゃいのが月で、次が水星、火星、金星。これはで適当にこうやっていって、結構ねエフェクトとか SE サウンド効果音が入ってて気持ちいいです。でこれ地球ですね。結構ね適当に置いていってもうまくいく。で金星、これ土星ですね。いいよ。地球、火星、金星、跳ねる。物理エンジンが入っててこんな風にね跳ねるので、運要素もね結構ありますね。ただね惑星、まあ、月は惑星じゃないけど8個しかないので、そんなに難易度は高くないと思います。まあただその分どこまでスコア伸ばせるかっていうのが肝になってきますね。でとりあえず太陽までいけるかやってみます。で割と適当にやってるの、あ、できました太陽。で今670点。太陽2つできると太陽と太陽がぶつかって消えるので、実質ね無限にスコアを伸ばすことができます。でこれ勝手にランキングに登録されるんで、ネット上というかマインドレンダーのユーザー内で、なのでみんなねランキングを競ってぜひ僕に勝ってみてほしいなと思います。 OK。 土星が2つ。このエフェクトと音がね気持ちいい。マジでいけ。木星、もう一個木星ができれば太陽2つになる。まあ、ただそれは若干難しいと思うけどね。マジで運が必要だと思う。この辺からはちょっと適当に置いてるとすぐに死んじゃう気がする。
このちなみにこのゲーム内の効果音とか BGM も全部マインドレンダーに入ってるので、これも自由に使ってゲームを作ることができます。で、上まで来て、これ赤い点に触れて、まずい。触れるだけだと終わんないんですよ。触れた後3秒後に赤い線から50センチね、下の位置にオブジェクトがあるとゲームオーバーです。結構跳ねちゃうので、おお来た最高。結構跳ねちゃうので、すぐにゲームオーバーにしちゃうと、跳ねてね、運が悪くてすぐに終わるとかあるので、そういう風にしてます。結構いいとこいけるんじゃないか、これ。ぶっつけ本番。まあ、特に何も考えてやってないです、今。いいね、いいね。地球、ぶつかってほしい。オッケー、木星。気持ちいい、気持ちいい。この爽快感だよね。このゲームの売りは。オーケー、対応できた。3個目。いいよ、2162点。この地球同士ぶつかってくんないかな。いい感じに。オーケー、いった。オーケー。この地球が、地球同士ぶつけたいんだよね。やばい、ちょっとやばい。若干まずいぞ。跳ねろ。オッケー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 。オッケーオッケー。もう一個これ、こうなるよね。もう一個同棲できたら完璧。同棲まで行きたい。わー、ちょっと無理か？あ、ミスった。オッケー。これで地球ができる。よし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 。おい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 、ワンチャンある、ワンチャンある。跳ねすぎ。うわー、終わった。2620、結構高得点ですね。ただ2643なので、今のところ最高が。若干1位にはなれなかった。まあ1位僕なんで、これ皆さんぜひね、抜かせるように遊んでみてくれると嬉しいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひね、作ってほしいゲームとかあったらコメントしてくれると嬉しいです。じゃあね、また。バイバーイ。